はい、萌子です。今回こちらの映画ヘルメットワルツの主題歌急がば回れのコーラスを担当させていただきました。レコーディングします。主催者レコーディング担当の方がヘルメットワルツのこちらの方に来ていただいてます。どうぞ。ライブハウス楽しかったです。4月15日から池袋シネマロサで公開になります。カイラさんも出てます、はい、よろしくお願いします。シネマロサで4月15日からヘルメットワルツ監督の西村です。お願いします。そしてスーパーゲスト奈良道。奈良道です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ30秒ぐらいあるけど、もう一周しよう。もう一周もう一周4月15日映画をやります。ヘルメットワルツやります。よろしくお願いします。主題歌急がば回れ歌ってる人、この人がカイラさんです。急がば回れです。萌ちゃんヘルメットワルツよろしくお願いします。トモクロさんでコーラスやってます。そして主役がこの方。私が主役をやっております。佐々木和也と言います。4月の15日から池袋シネマロサ、よろしくね。ではでは、レコーディング終わりました。なんとこちらの主題歌の方でコーラスを担当させていただいてます。歌は この方はい、おなじみですよね。テロップ入れときます。ではでは、わしに短歌切るっちゅうことは親に短歌切るっちゅうことで、いて。何朝からブツ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 言ってんだよ。すいません、ヤクザのオーディションがあるんで。仕事どうですか。いやー、ぼちぼちオーディションはあるんですけどね。こうやってでも全く受からないです。さっぱりです。サザン広島の人だもんね。チャンスじゃん。そういう問題じゃねえってな。そういう問題じゃないよね。お前さ、そんなことばかやってっからダメなんじゃねえの。あの置き方したらさ、二度手間でしょ。すいません。いや、笑うんじゃなくてさ。ごめんじゃないっすよ。昨日も森田さんに言われたばっかじゃないですか。10あるうちの9をバカにされても、一つだけこれだというものが一つあれば大丈夫。前を向いて生きてられるんだって。沢さん、田代さんに怒られた後なのに笑いながら話すんですよ。まあただわしらみたいな年になってきたら、人生残された時間どう過ごすかっていうことが大事だと思うで。さあ今日も元気に一緒になってごまをやるか。なんか今自粛だなんだってうるさくて仕方ないよな。たまにはパーッと飲みたい。ヘルメット忘れた。はい、私も映画を見に行く予定です。また主題歌の急がば回れ CD 販売会があるようです。それでは最後に小音の急がば回れ少しだけお見せしちゃいます。どうぞ。どうにもならない不安に今も怯え過ごしてるから、急がば回れと言い聞かせて、果てしない夢を追いかけているんだ。そう、今はいつか。皆さんもぜひヘルメットワルツご覧になってみてくださいね。ご視聴ありがとうございます。